やります。はい、よろしくお願いします。視聴者さん結構どのくらい、あ、どのくらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。スパちゃん何かと思いますか。スめちゃめちゃ緊張します。ウェーブドリッパー使ってますけど、ウェーブドリッパー持ってる方ってどのくらいいらっしゃいますか。考えてるって方どのくらいいらっしゃいますか。ウェーブドリッパーすごく安定感があって、三つ穴で、あの小さい穴から、大体同じペースで出してくれるので、他のドリッパー、塩水ドリッパーとかより、安定して常に美味しいコーヒーが出しやすいドリッパーになると僕は思ってます。特にこの丸い形なので、普段塩水ドリッパーを使われている方は、あの丸く回してると思うんですけども、すごくそれに対応しやすいというか、僕ももともと塩水ドリッパーから始めたタイプなので、台形ドリッパーよりも正直僕はこっちの方が入れやすいですね、刈田さんのドリッパーでは。普段はあの YouTube で楽しく気楽に生放送とかも挟みながらゆったりコーヒーを入れるチャンネルやってるので、まあもしよろしければ気軽に見てってください。あのわざとじゃないんです。これあの動画のネタにはなるけど本当に。すいません。本当に申し訳ない。ああうまい。ちょっと少なかったんで。ありがとうございます。すいません。助かります。めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。すいません、緊張しちゃってあんまり喋れないんですけど、申し訳ないです。普段 YouTube 見てくださってる方、ありがとうございます。今
日から来てるんですけど、たくさんの人に声かけていただいて、本当にありがとうございます。僕はウェブペーパーはいつも湯通しをしています。若干髪型があるので、湯通しをするのは一時的に。普段はカメラに向かってベラベラ喋ってるんですけど、ちょっとこう前にするとなかなか言葉が出てこない。申し訳ない。この様子ちょっとあそこで動画回してるんで、また多分動画になると思います。26g 豆を使ってるんですけれども、まあ、タイミングあたりで若干変わりはしますけど、ブラシの時お湯は大体、豆の量の倍よりちょっと少ないくらい、5g くらい引いたくらいのお湯の量を僕は注いでますし、ドリッパーカップルとまた違うんですけど、ウェーブの時はこのくらいにしています。どうぞ。これ僕今豆の量は測っていて、温度は測ってないんですけども、今日はあの狩田さんの温度を調節してくれる給湯器があるんで、あれを使わせていただいてます。普段はもう温度も測って温度計を使ってます。そしたらとりあえずブレンドは一旦これで終わりにして、中入りのガテマラを入れようかと思います。スタイリ感のあるブレンドが好きな方はぜひ今どうぞ。ありがとうございます。そう見てます。ありがとうございます。カリタさんから60周年記念で新しい電気ポットが出るらしいです。昨日僕普通に一般参加で来たんですけども、説明していただいて、まあ、またそのうちもしかしたら動画で使うかもしれません。今あんまり喋りすぎとあれですね。ですよね。すごいなんか軽いですよね。いや大丈夫大丈夫です大丈夫です。ちなみにこちらが僕が普段使っているカリタの銅ポットです。ちょっと使い込んでるので相当色がくすんでますね。ありがとうございます。90にしてもいいですか。これ91なので、おお、で今ヒーティングします。ありがとうございます。で今300ずつで入れてるんで、どうしようかな。27で一旦入れて調整をしてみます。もし怖かったらまた差し湯をちょっと考えます。引き加減をさっきは深入りに合わせていたんで、ちょっと中入りに変えます。1段階細かくします。さっきは89とか90で入れてたんですけど、ちょっと今は85か6にしてみようかなと思います。中入り浅入りを高い温度でやりすぎると、僕はあんまり好みじゃない、ちょっと強すぎる感じ、酸味も強く出てしまったり、酸味の出方というか、あとえぐみというか、香りの邪魔になる要素も若干味覚の方で出てきてしまう気がするので、僕は若干抑えめにしています。よろしければどうぞ。でそのコクの方を若干今重視した感はあるので、お好みでしたらちょっと差し湯をしていただいても飲みやすいかと思います。伸ばしても、その香り自体は失われない、強い個性というか、香りを持った香味の特徴を持った豆になりますので、はい、じゃあもう1回だけ入れます。同じ、じゃあ、どうしよう。じゃあこのシティで、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。どうぞ。で僕今日散々なんかこうもともらしいようなことを分かったようなことを言ったんですけれども、多分コーヒーって人の好みもありますし、それぞれの入れ方、それぞれの適性とかいろんな要素が合わさって出来上がるものだと思いますので、僕のこの意見も一つの考えとして受け入れていただけたら、一つちょっと判断材料にでもこういう考えもあるんだなくらいに軽く受け止めていただいて、コーヒーを一緒に楽しんでいけたらと思ってます。普段僕コーヒー、YouTube で発信してます、カズマックスと言います。これからよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。おいしいです。ホッとする味。ありがとうございます。
ちゃいい経験がさせていただきました。ありがとうございました。本当にお世話になりました。でも本当みんな楽しみに出たので、はい、本当にもうちょっと正直ちょっとアウェーかなと思ったんですけど、あ、もう本当に客層読めなかったんで、もう本当昨日からいらっしゃるんですかっていうことだったので、ありがたいです本当に。だから皆さん本当楽しみにしてたから、はい、本当良かったと思います。本当に貴重な経験をさせていただきました。うちも本当楽しかった。本当にありがとうございます。なんか申し訳ないですけど、ポットとかも使っていただいちゃって、はい、いやいやいや、あのドポットじゃないや、あ、電気ポット、新しいポット、すごいすごい使いやすくて、本当ですか、良かったです。なんか重心が僕のこの持ってるドポットに近いような感じで、はい、重心がぶれないというか下にないじゃないですか。あ、そうなんですよ。結構あの下に気泡が入ってて重心がなんか不思議な感じなんですけど、全体にうまく散ってるというか、はい、あのやはりあの女性でも手があのちっちゃくても持てるようにっていう、はい、なるほど、ところと取っ手の部分とか結構あの気を使ったりとかしてますので。女性、あ、確かにめっちゃ軽いですね。そうなんですよ、すごい軽いです。本体は軽くて、そうですね、結構そう、はい、YouTube やっててもそうコメント欄とかで、うん、あの私女性なんですけど、あのなんか重すぎて夫はちょっと使えないんですよみたいな方が結構いて、ね、ありがとうございました。本当に結構全然触れてなかったです。本当ですか、よかったです。本当に自分でしょ。最初のコラボで言ったけど、すいません、本当時間が短くて、いえ、とんでもないです。申し訳なかったんです。ありがとうございました。本当に貴重な時間を僕なんかのために、なんか機会があったらまた、はいはい、ありがとうございます。ぜひ今後もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、今帰ってまいりました京都の自宅でございます。まあ、SCAGN 2019終えまして3日目、まあ、すごく楽しかったですね。てかもうこの旅自体もうそもそも取材もね、していただいたり、まあ、カフェ巡りもしたり、まあ、いろんな、まあ、ハプニングもありましたが、まあ全体的にすごく楽しかったです。特にまあ今日のね、ウェーブブリューバー、たくさんの視聴者さんに来ていただいて、もう本当ね、普段、この、僕はコーヒーワールドっていうこの動画のね、媒体を通して、皆さんとこう、コミュニケーションしてますけど、まあ、皆さんからは僕の顔をよく見ていると、ね、声かけていただいたんですけども、何十人の方から。まあ僕からはね、皆さんの顔は見えないですし、こう直接皆さんを感じることって機会が少ないんですよ。まあ、たまにねカフェとかで声かけていただいたりはするんですけれども、まあ、今回はもう規模が違って、僕がそもそもコーヒーを入れて、皆さんに飲んでいただくというね、まあ、初めての経験ですよね。まあ、すごく楽しかったですし、思ったよりアウェー感がなかったです。正直ね、もうちょっとなんかこうアウェイ感をね想像してたんですけれども、すごく皆さん温かくて、カリトさんからもね、カズマックスさんの時はものすごくやっぱ一番人が集まってたって聞きまして、すごくねたくさんの方々に見ていただいて、お話を聞いていただいて、はい、まあ、拙いねブリューバーのあれでしたが、たった1時間でしたけれども、本当にたくさんの方に来ていただいて、はい、本当にありがとうございました。すごく嬉しかったです。もしでも今後もこういう機会があったら、皆さんとこうコミュニケーション取れるようなこともしていきたいなと思っております。あー、いやー、本当になんかね、なんか楽しかった疲れというか、遊び疲れというか普段あんまりないんですけれども、うん、まあ慣れない旅もしましたし、すごく楽しかったです。本当にカフェ巡りもできたしね、うん、行きたかったところも行けたし、もう堀口さんでね、まああと他のところでもちょっとちょこちょこ買ってきたもんとかもあるんで、また動画で紹介したいと思っております。ちょっとあと裏話をするとですね、僕こうやってこう YouTube で動画を投稿するようになって、あんまりこう照れとか羞恥心とか緊張ってものをしなくなったんですよ。昔はものすごく照れ屋で緊張しいでビビりだったんですけれども、こうやってね動画を通じて皆さんとコミュニケーションとか、あとまあ実際に声かけていただいたりとかするようになって、ちょっとマシになったかなと思ったんですよ。うん、思ったんですよ。思ってたんですよ。で、今回のことに関してはね、事前に緊張しなかったんですよ。前の晩も普通に寝れましたし、ね、まあなんとかなるだろうと思ってたんですけれども、まあね、実際行ったら緊張しましたね。まあ緊張しましたね。なんか照れじゃないんですよ。照れじゃなくて緊張。なんとか手は震えずに済んだんですけれども、まあ、なんだろうね、ちょこちょこミスをしたり、お湯を溢れさせたりね、うん、まあいろいろ。
あの皆さんにもね緊張してますねとか言われたりその通りです。はい、まああの、めったにないねこういう機会をいただけて、まあ、本当に楽しかったです今でもね。はい、というわけで、まあ、今日のカズマックスの、コーヒーワールド、多分この動画ね、かなり何本かに分けて投稿することになるかなと思うんですけれども、一応これ全体としてカズマックスの、東京出張 SCAJ に行ってきたというお話でございました。はい、というわけでじゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。いや本当ね、聞いてくださった方々本当ありがとうございましたこれからもよろしくお願いします。